フランスエネルギー横山萌音です。今日は沖縄に行きます。なんか空港だから大きな声で喋らなくて小さな声で喋ってるけど、人生で初めて飛行機に一人で乗る26歳春。荷物を預けられました。本当に不安になった。荷物を預けるのにも一苦労。大人の階段登る君はもう搭乗口さ。さあ搭乗口までにはまだまだ時間がかかりました。広いな空港。お、私が乗るのは7時20分の沖縄那覇行き。あれだー、だから乗ります。飛行機に乗るのにバスに乗って移動するんだって。出発進行。皆様本日は飛行機行きのバスをご利用いただき誠にありがとうございます。さて早速ですが、間もなく飛行機に到着いたしますので楽しいバスの旅を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。今日は沖縄だから張り切ってサンダル出してネイルも塗ってきました。3日で剥げそうです。まさかの本日あいにくの雨、何にも見えません。雨粒しか見えません。景色が見えなかった。これから出発します。私のね隣に座ってる人はね生まれながら陽キャみたいな方々です。私の隣にはね今ね6人ぐらいのイケイケ軍団みたいなのが座ってらっしゃって、本当に動画を撮るのが自撮りをするのが本当に恥ずかしいんですけれども、今勇気を出してせっかくの地上から空へ飛び立つ瞬間を記録に残したいと思って今カメラを構えています。そうと言ってる間にすごい揺れとともに、あれ浮いてる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 空飛んでます。もう本当にすごい興奮で叫びたいんですけれども、チャローの軍団がいるので私は叫びませんでした。何が申し訳なかったかというと、チャラ男の方々も写真をきっと撮りたかったんだろうけど、私が窓側に当たってしまったおかげで私しか写真が撮れませんでした。ありがとう、感謝しながら動画を撮らせていただきます。わー、そうだ、雲の上は雨が降ってないのね。今度は海よ、海、空、大地。あ、大地が見えない。大地来たー、本土が見えます。私はこれから飛び立ちます。さようなら。快適。おお、寝て起きたらさらに上に行ってました。なんだろう、めちゃくちゃ崩れた豆腐みたい。今度は海、海の上を飛んでます。そうと言ってる間に沖縄に着きました。早っ、3時間ぐらいかな。おお、なんか沖縄っぽいものが出迎えてくれました。ポスターもいい感じ。メンソーレ、これから荷物を取りに行きます。シーサーが出迎えてくれました。荷物も無事回収。よかった、届いて到着。お魚さんが早速出迎えてくれました。おお、ドンキーホーテより豪華だ。おお、こんにちは。さあ出口を出たら、そこは暑い。うわ、もう半袖とショーパンの人いる。暑い、なんて言ったっていいじゃん。みんな半袖だけもうキャミソールしかいないのに、私は日焼けの帽子のためにカーディガンです。あー、なんか新しいお花が咲いてる。これすごい。お花を堪能したところで、これから先に来ているお兄ちゃんに迎えに来てもらいます。はい、とりあえず無事に沖縄に着くことができました。沖縄の様子はまた動画にします。あっつい。ではネクストコンティニュー。ごきげんよう。